Hi guys, welcome back to more Nier Automata. So now we're at the final chapter, or should I say the end of 9S, because the machine has started declaring war with humanity. So here we go, without further ado, we have to report to command, start rescuing 9S. Commence here, go.
まだ出てくるの。どうすれば。ルービーさん聞こえますか。ルービーさん、私たちの村が。パスカル聞こえる。生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらくポット、イブの位置を特定できる。報告、位置はすでに特定。地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。お気をつけて。いや、
これは広範囲に強制通信を撒き散らしているみたいです。おそらくこの強力な通信が敵の機械生命体を凶暴にさせているんだと思います。イブを探し出して破壊しましょう。了解。来たのか。お前たちも思うだろう。こんな世界、意味がないって。俺にとっては兄ちゃん、兄ちゃんだけが全部消えてなくなる。させてみる。トゥビー、援護して。了解。
貿易。戦うことは嫌いじゃないよ。だけど兄ちゃんが傷つくのは嫌だよ。姉ちゃんがいなくなるのはもっと嫌だ。だから二人でどこか静かな場所に。兄ちゃん、you
返しちゃった。イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。そんな。大丈夫、バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだ、汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないから。イエス、だからなのか。こんな機械。これは通信データ信号共鳴し合って。生命体側に残していたみたいで、なんか気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れたらいいです。よかった。うん、こうやって
アダムとイブをめぐる最後の戦いは終わった。この戦いは戦局に大きな影響をもたらすだろう。僕と 2B の戦いもこの後まだしばらく続くんだけど、それはまた別の話。しない。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光あれ。Alright, so now it's for ending C and D. So let's save. Whoa, the title menu changed already. Go again. The 敵ネットワーク機関ユニットであるアダムおよびイブの撃破が確認された。現在、敵の指揮系統は一時的な混乱状態にある。この好機を逃さず、人類軍は機械生命体に対し総攻撃をかけることが決定された。無論我々ヨルハ部隊も例外ではない。思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。
this is an epilogue, is it? Okay, so we're back in the epilogue. Server Kani. Yeah. 3S サーバー管理担当 3S 容量管理のため速やかにサーバー管理室に戻ってください。以上。地上からの電波通信は禁止とします。以上。I did part A. That's good. Part A update. Mix natural rubber and simulated water.2B に真実を告げることができないまま最後の大規模侵攻作戦が開始された。だけど僕はまだ知らなかった。この戦いの結末と僕たちの運命を。以上が命令です。理解できましたか？僕たちスキャナー部隊は総攻撃に備え敵の防空システムをハッキングで麻痺させる。その通りです。よくできました。なんか子供扱いされてる。気のせいです。防空システムを受信している機械生命体は電波状況の良い高所にいるはずです。ハッキング対象の機械生命体について大雑把な予測位置をマップに転送しました。了解。対象はくれぐれも破壊しないでください。
破壊してもしばらくすると代わりの個体が現れてキリがありません。はいはい、そんなことしませんよ。対象は電波状況のいい高いところにいると推察されます。ビルの屋上などを調べてみてください。了解。よろしくお願いします。はい。対象の外見は通常個体と同じなので注意してください。ただ対象に接近すればマーカーが表示されます。なんだかあいつらどんどん賢くなってるような気がするな。もう少しだね。私たちも遅れを取らないようにしなければ。はーい、遅れを取らないようにします。 9S 何？戦闘中はなるべく当該エリアから離れてください。それじゃあ支援できませんけど。あなたのようなスキャナーモデルは戦闘向きではありません。あれ、心配してくれてるんですか？いえ、戦場にいても足手まといなだけですので。ひどすぎる。
報告。目標の大型機械戦艇隊に直接ハッキングするのは不可能。特殊なプロテクトを検知。機械生命体以外からのアクセスを拒否している模様。推奨。まず小型の敵を乗っ取り、その敵を利用して大型の敵をハッキング。多段でハッキングすればいいのか。こちらの担当分作業は全て終了。そっちはどう？こっちもあと一つかな。了解。あとバンカーに戻ったらデータ同期をしておいて。忘れてた。君の戦闘データが未納だから、スキャナーモデル全体がアップデートできないんです。了解。この作戦が終了したら対応する。頼みましたよ。Let's say I may set this one to the way out again. There's no choice, this one will be. で分担は全部かな。推奨。戦闘状況が悪化する前にトゥービーと合流。分かってる。トゥービーとの合流地点を地図にマークっと。廃墟都市の南西にあります。飛行ユニットで向かい、現地で 9S さんと合流してください。了解。先日のイブ戦で破損した武器も、
修復して搭載しておきました。到着時にはすでに全体の作戦が始まっていますので気をつけてくださいね。ありがとう。月面人類回帰。地上で奮戦しているアンドロイド諸君、我らが誇る精鋭よるため、敵ネットワークエリートアダムおよびイブを撃破した。この勝利は地球奪還に向けての大きな一歩だ。我々月面の人類も喜びの声に満ちた。今後のさらなる諸君らの健闘に期待。人類に栄光を。先行部隊はすでに交戦中。僕たちの役割は先行部隊の状況に合わせて援護する遊撃部隊。先行部隊が交戦している場所をマップに転送しました。援護に向かいましょう。了解。次の部隊の援護に向かいます。私たちもそちらに同行し援護しよう。了解。
ら攻撃部隊オメガの 8B 担当空気を制圧した。他の地域の援護に向かう。こちら 3B シータ部隊隊長だ。機械生命体どもがどんどん増えていて手に負えない。奴らは暴走してるんでしょう。私たちは戦うだけ。アルファ隊長、敵の攻撃に手を焼いている。こちら 2B 遊撃部隊、今からそちらの援護に向かう。了解、感謝する。僕たちは次の部隊の援護に向かいます。我々もそちらに同行し援護しよう。スビさん、新たな敵の出現を確認しました。部隊オメガが衝撃を受け苦戦中です。援護に向かってもらえますか。了解。思ったより苦戦していますね。急がないと。
こちら遊撃部隊の 2B、 これより部隊オメガを援護する。援護感謝する。いきなり囲まれて苦戦していたところだ。このまま行けば勝てる。ナイエス、さらに造影の顧問が周辺を警戒して。了解。EMP 攻撃がトリガー。トゥビーを。トゥビー、大丈夫。
取られてる。そんな、攻撃機能が動かない。ヨルハ部隊の識別信号がある。僕が 2B をハッキングして識別回路を焼き切る。お願い。イエス。